小樽駅は、北海道小樽市稲穂2丁目にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S15。電報略号は小田。事務官コードは13115。小樽市の交通結節点になっており、バスターミナルが隣接している。当駅を境に、くっちゃん、おしゃまんべ方面は、丹泉秘伝各館、丁根、札幌、岩見沢、 新千歳空港方面は、複線連隔間となる。かつては、函館駅を起点に、道内各地を結ぶ、特急、急行列車が停車していた。くっちゃん、おしゃまんべ方面は、通称、山線と呼ばれ、かつては、本州と北海道を結ぶ、大道脈であった。現在は、比較的勾配が緩く、高速運行が可能な通称、海線経由へ変更されているため、 臨時特急列車を除き快速、ニセコライナーを含むすべての列車が各駅停車でローカル輸送に特化した区間になっている。運行本数のほぼ半数は、くっちゃん、差別までの区間運行となる。一方、札幌方面は、都市間、通勤輸送の需要が大きく、当駅を始発として新千歳空港駅まで直通する、快速、エアポートや岩見沢行の普通列車。 くっちゃん方面から札幌まで直通する快速、ニセコライナーなどを運行している。1976年の小樽駅と、週約1キロメートル範囲。上側が、おしゃまんべ方面で、ここから単線となるが、写真街の最初の踏切まで山側を2本の、引き上線が並行して走る。かつては中線を挟む単式と島式の複合ホーム2面3線で、あったが、 駅舎側の単式ホーム札幌寄りが切り欠きホームとなっている。ここは貨物扱いを小樽築港駅に集約するまでは貨物ホームの一部であったが、その後に旅客用ホームとして使用されている。このため、写真当時は霊番ホームであった。この線を含め駅舎横に3本が引き込まれている。駅裏側に客車の留置線が6本、その外に 保線車用の一本と車庫が見える。駅裏には、昭和初期まで機関庫があったが、こちらも小樽蓄光駅に集約されたため、空き地となって草むしている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1934年建築の北海道を打ち、初となる、鉄骨鉄筋コンクリート作りの駅舎。 昭和初期の RC 作りによる現役駅舎として希少であり、岡山駅、横浜駅、両国駅、上野駅と続く一連の同形式の近代的駅舎に位置づけられている。エントランスホールやホームに飾られているランプは、当時の駅長が小樽駅の特色を出したいと、北市ガラスに応募し、1987年に、 北一ガラスがランプ108等を駅へ寄贈したことに始まり、1999年には改札工場の窓とホームに設置するランプを寄贈して合計が333等になった。レトロな雰囲気が残る駅長室は2011年に使用停止となった。島式ホーム2面4線を有する地上駅。ホームは駅舎の2階相当の高さにあり、改札口から 地下連絡通路を経由して、階段を登って、ホームへ向かう。ホームの不番は、駅舎側から5、4、2、1番線で、5番線は、行き止まり式のホームであり、3番線はホームに面さない抽選になっている。札幌、新千歳空港方面の快速、エアポートは、主に5番線に発着し、夜市、くっちゃん方面の列車は、主に4番線に発着する。 かつてのホーム番号は、駅舎側から0、1、2、3番線となっていたが、1998年の、函館本線、宗谷本線列車運行管理システム導入に、伴って番号が振り直しされ、現在の番号に変更された。2003年に、駅開業100周年を記念し、小樽に、ゆかりのある、石原雄二郎にちなんで4番ホームに、 ゆうじろうホームの愛称が付けられた。これは、かつて NHK の番組ロケーション撮影で訪れた際、このホームに降り立ったのが由来である。ホームには、等身大パネルが設置され、番号表示等の数字、4をヨットに見立ててデザインしているほか、ゆうじろうの曲も流されている。終日社員配置駅。緑の窓口、JR 北海道レンタリースオたる営業所。 自動券売機、話せる、券売機、自動改札機を設置している。キーティカは、札幌方面の未利用可能。店舗エリアは2012年にリニューアルし、ノスタルジックモダンをコンセプトに5店舗が展開している。主な駅弁は、下記の通り。駅前から見た、中央通り、サンビルスクエア、小樽駅前は、国道5号が横切り、正面は、第三不島まで続く。 中央通がある。2004年に中央通の拡幅工事が完了し、以前の倍の広さの道路になった。三角市場へ向かう階段脇には、小樽にゆかりのある石川拓木の下碑がある。小樽運河まで徒歩約8分、小樽運河ターミナルまで徒歩約11分、小樽市役所まで徒歩約13分となっている。 駅前は1976年の小樽駅前地区市街地再開発事業により3棟のビルを建設したが、旧小樽駅前第3ビルのホテルが営業を停止したことにより、全国初の再開発事業として、小樽駅前第3ビル周辺地区第1種市街地再開発事業を行い、2009年にホテルと商業施設、マンションからなる3ビルスクエアがオープンした。 再,再開発事業に伴って、駅前の歩道橋と広告塔が撤去され、小樽港が一望できるようになった。将来的な小樽駅前第1ビル、第2ビル建て替えや、駅前広場再整備に向けて、道や小樽市、小樽商工会議所などの関係企業で構成する、小樽駅前再,再開発町づくり検討協議会が発足している。 2020年8月より、小樽駅前再整備に向けて、JR 小樽駅前広場、再整備基本計画検討委員会が協議を開始している。ロータリー構造は一体型と分離型の2種類、交差点構造は、定字路、十字路、食い違い交差点、五車路の4種類を組み合わせた5案が計画された。2020年12月21日に開かれた、 会合では、JR 小樽駅前広場、再整備基本計画検討委員会が、一体型の十字路、分離型の五サロを除いた3案のロータリー分離計を、軸に協議を継続すると表明した。翌2021年2月19日の、JR 小樽駅前広場、再整備基本計画検討委員会の会合では、新たに、 車両専用のロータリーを複数整備し、安全性を高める予案を軸に検討を協議することを発表した。駅前に、北海道中央バスとニセコバスのバスターミナルがある。JR 北海道バスサッ線の発着場についても、同期事を参照。また、駅前の道路沿いにもバス停があり、国道5号沿いは、小樽駅前、中央通り沿いは、 小樽駅前通となっている。ありがとうございます。